配信スタートしたかな？したかな？大丈夫かな？見えてますか？ 今日は僕、ハンガリーからお届けします。あとは、ゲストで、ドイツの梶原さんいます。梶原さん。これ見えてます？これ見えてんのかな？どうなってんだろう？ちょっと待ってくださいね。僕、自分の iPad で調べるわ。頑張ってるか。初の試みなんで。初の試みなので、至らないところがあるかと思いますけど、どうぞよろしく。今日は、明けましておめでとうございます、皆さん。今年もいい一年にしてください。新しい一年なので、清掃しましたよ。僕はいつも通りジャージなんで、ジャージっていうかスウェットなんですけど、まあ、上等スウェットなんで別にあれなんですけど。皆さん、明けましておめでとうございます。一応、日本はみんなあれしてると思うんですけど、日曜日ということで、ちょっと遅れてるな。今日のテーマは少しハンドボールについての環境についてお話しできればなと思います。こっちでの環境、よく、久保さんありがとうございます。二次元中継見えてるって。どうせありがとう。で、データさん、1個質問なんですけど、僕はゲストですか？レギュラーですか？どっちでもいいです。なんか僕、その位置づけがよく分かってないんで、一毎回出てくださるんであれば、もういつでもウェルカムなんで。般に出てくるな、俺と思って。頻繁に出てくるな、俺と思って。よろしくお願いします。こちらこそ。僕一人だと回らないっていう意見もあったので。で、今日のハンドボールの環境っていうことで、少しお話ししていけたらなと思うんですけど、コートなんですけど、日本はまだまだ外でやること多いですよね。ハンドボールコートが体育館で取れることなんてなかなかないので、まだ外コートで寒い寒い言いながら練習しているところも多いかと思うんですけど、ドイツはどうですかね？外でハンドボールすることってありますか？外でハンドボールをするとしたら、ビーチハンドボールぐらいですかね。そうなんですよね。こっちってやっぱハンドボールは体育館のスポーツだから、外外ででやっハンてドボールってなかなかしないですよね。見たことない。日本人はまだまだ、なんていうんですか、外でやるもんだと思ってるかもしれませんよね。そうですね。そういう人も多いかもしれないですね。もしかしたら。だから、やっぱり、なんていうんですか、体育館でやるからこそできるプレーもたくさんあるし、まあ、怪我防止とか、それこそ松ヤニだとか、スピンシュートもそうですよね。やっぱ外で難しいことがあるので、やっぱり、なんていうんですか、その環境っていうのは、このハンドボールの技術習得に関して、すごく大きな役割があるなというか、大きな要因というか、その一つだなって思うんですよね。そうですね。やっぱり体育館でやるのと外でやるの、本当に全く違うスポーツですもんね。そうですね。だから、ドイツの場合、ジュニア機のボールとかどうなってますか？松ヤニは使用できますか？体育館は。会場というか、その場所によります。例えば、今僕が教えてる若いチーム、16歳以下のチームで、ここの試合会場では松ヤニ使用禁止、ここの使用会場では松ヤニ使ってもいいよっていうふうに分かれてるので、そうですね、場所によって本当にこう、使えたり使えなかったりもするので。じゃあ、ドイツでも体育館によりけりなんですね。松ヤニの使用というのは。そうですね。だからダメなところもあります。M スウェッテンにも一応その松ヤニ禁止っていう会場もあるのはあるので、まあ僕らはその、ね、一軍だったり、大人のチームは使わないですけど、一応そういう体育館もあるにはあります。そういう体育館の場合は、どうやってボール扱うんですか？そうですね。まあ普通に、まあ日本と同じようにそのボール、両面テープもなしですよ。本当にただボールを素手で使うしかないですね。もしそこで試合をする、ハンドボールをするのであれば。じゃあ、まあ、そういう、ドイツでも、まあ、そういうところがあるってことですね。他にはあります。そういう環境がゼロなわけではないので。
で、ボールはどうですかね。質問の中にも、ボールはセレクト車ですかとか、空気圧とかどうなってますって話になってるんですけど、どうですかね。ドイツの場合は、チームによってなので、各チームがどこと契約をしているか。で、試合はそのホームチームのボールになるので、僕らのチームは今、セレクト使ってるのかな？今年からは。そうですね。ダービースターを使っていて。まあ、それも何年契約っていうことで、僕らは、まあ、契約はまだ残ってるので、それが切れるときにまた契約更新ですね。セレクトを使うのか、まあ、ね、アディダスを使うのか、例えばモルテンを使うのかっていうのは、交渉次第ってところですね。じゃ、ドイツは、チームによってボールが変わるから、毎回、なんていうんですか、試合でボールが変わることがあるんですね。じゃあ、そのホームゲームで。変わります。コロコロ変わります。日本リーグの場合は、今はモルテンがスポンサーなのかな？ミカサもかな？どっちだろう？ちょっと今、現在はよくわかんないですけど、毎回、新しいボール使いますよね、日本リーグって。ああ、そうですね。会場が、その新しいボールを準備するんですよ。で、中学校、まあもちろん小学校も、中学校も、高校もかな、大きな大会になれば、必ず大会事務局がボールを準備して、新しいボールを準備して、その試合はこのボールで行きますというふうにやるんですよね。で、僕、こっちに来て、最初衝撃だったのが、ハンガリーは、各チーム1個持ち寄りなんですよ、ボールを。で、持ち寄りにして、で、審判がどっち使うっつって。で、選んで、そこで、審判とかマッチバイザー、両チームのキャプテンが立ち会いのもと、どっちを使うかっていうのを決めるんですね。だから、なんて言うんだろう。使いやすいボールを使いましょうって感じです。こっちの場合。でも試合中にボールチェンジが必要な場合あるじゃないですか。はい。そういう場合ってどうなんですか？試合中にボールチェンジが必要な場合は、そのもう一個の予備の方を置いてるんで、そのボールを使うか、でも、大体は、拭きます。ベンチに投げて、ベンチでタオルで拭くんですよ、汗を。まあ、そうですね、そうですね。で、それでまた戻すって感じですね。どちらかというと、そっちの方が多いかもしれません。じゃあ、1チームが、まあ、予備のボールも含めて準備するってことですよね。そうです。どちらのチームも、対戦するチームが、1個ずつボールを出すってことです。じゃあ、試合中に例えば、ボールの種類が変わるなんてことあるんですか？もしボールが壊れちゃった場合。あります、あります。ボール、ハンガリーの一部リーグは、大体セレクトを使ってるんで、セレクトのこの型によってはまた違いますけど、ボールが変わりますね、試合の中で。これからじゃないって感じで。初めて知った。だから、でも、モルテンが今、IF となんか、契約してるじゃないですか。だから、なんて言うんだろう、東ヨーロッパリーグ、今、ベスプレムとかが参加してる、東ヨーロッパのトップチームでリーグを組んでる、なんだっけ、あれ。SES、なんだっけ、あれ。忘れちゃった。制覇リーグかな。SHA リーグだったかな。そのリーグの中では、多分オフィシャルがモルテンなんですよ。で、ハンガリーも女子の2部とか3部は、もう、モルテンがマストでこれを使いなさいって感じで言われてるらしくて、うちの女子チームなんかはモルテン使ってるんですけど、だから、その辺は、リーグによって違うのかなっていう気はしますね。ボールに関しては。そうですね。ボールに関しては違いますね。空気圧とかどうですか？多分日本って結構パンパンですよね。日本はパンパンなんですよ、結構。しか僕らそんなにも、使わ試合ない。行った時なんか、もう全然持てなくて、ボール。ちょっと困っちゃうことが多いんですよね。こっちでパンパンなの見たことないですね。やっぱりある程度握りやすい。まあ、どのぐらいの範囲で言っていいのかちょっとわかんないですけど、パンパンにしてることはないです。ある程度こう、グリップのいいというか、握りやすい。多少空気の抜いてあると言っていいのかちょっとわかんないですけど、そういう感じですね。
やっぱボールのつかみやすさってやっぱりこの技術に直結するから、ボールがつかめなかったらもう乗せちゃう感じでこう投げちゃうから、あれですよね。やっぱ小さい子とかは、なんか知らないけど、ボールに空気入れたがるんですよね。ああ、そうかも。ボールに入れたがってもうパンパンにするんで、外なんかでやってるのにもうパンパンに従ってて、でも抜けって言ってるんですけど、いつも。もうこれじゃハンドボールできないから、できないというか、持てないからボール。もう抜いてしまってって言うんですけど、子供たちってなんか、パンパンのボールが好きで、で、僕、ハンガリーの子供たちがやってるのボール触ったら、この子たちも結構パンパンにしてるんですよ。どこの子供も一緒だなと思いながら見てるんですけど。何なんでしょうね。何なのかわかんない。だから、あの子たちが何を考えてどうしてるかがちょっとよくわかってないんです、僕も。だって握れないとね、ボールも思うように扱えないので。そうですね。だからボールとかはやっぱり握りやすさっていうのは大事かもしれません。そうですよね。だってもうパンパンだと片手で取るのもちょっと難しいですもんね。きっそうですと。ね。だから片手でボールを扱えるってのが、ボールを片手で振り回せるってのがやっぱハンドボールの一番のポイントだと思うので、やっぱそれができたらいいなと思いますね。そっか、確かにその辺も違いがあるみたいですね、じゃあ。そうなんですよ。ボールに関して言えば、まあ日本でもな059だっけ？なんかができるみたいだし、学校授業の普及用の、柔らかいボール、もっとつかみやすいスポンジ素材みたいなボールも開発されてるらしいので、そういうものをいっぱい使ってやってほしいなって思うんですけど、やっぱり、掴めないとダメだから、なんていうんですか、初級者はもう空気抜いて、もうそれで持てないんだったら、もう、なんていうんですか、1個小さいボール使っても僕いいと思うんですよ。だから、高校1年生でハンドボール始める子が、いきなり3号球なんか投げれないから、2号球から始めて、それで投げ方を覚えてから、3号球使えばいいなって思うんですけどね。僕もそれ思うんですよね。ね、さっきもあったように、片手でボールは使えるってすごい大事じゃないですか、こっちでやるにしても。で、ハンドボールの魅力の一つとして、片手で素早くボールを自由に扱えるっていうのは大きいと思うし、それでプレーの幅も変わってくるので、ちっちゃい頃っていうか、まあ、始めた頃から、その癖、自由にボールを扱えるっていう癖をつけるだけでも、やっぱり変わってくるのかな。とは思いますね、最近、特に。だから僕が、僕投げ方、なんか変だったんですけど、変だったというか今も変なんだろうけど、すごいこう、ピッチングマシンみたいにこうやって、こう、下からもう振り回して投げてるっていうタイプだったので、高校大学まで。どうやってこう、これ修正しようかなっつって、やっぱり2号球でした。2号球で壁に向かってひたすら投げてました。もうこうやって。こっから取ったらもうこうやってすぐこうやって、もう振り回すことをせずにこうやって。だから、ボールを掴むっていうストレスをまずなくしてあげないと、いい投げ方っていうか、まあ理想の投げ方にはちょっと近づかないので、やっぱりボールを掴めるっていうのがものすごく大事だなと思いますね。そうですね。やっぱりシュートまで早くいける腕の振りも含めてっていうのは、ボールからそのストレスフリーの状態じゃないと難しいので、やっぱり大きいボールとかこう力を入れて握ると腕の振り自体は絶対遅くなってしまうから、そういう癖がついちゃうと、多少ね、体が大きくなって力がついたとしても、その癖でしか、感覚でしかボールが投げれないから、腕の振りも遅くなっちゃうと思うし、シュートに行くまでの本当0コンマ何秒の差しかないとは思うんですけど、その差はすごい大きく出てくると思うので、ボール今、の、ごめんなさい。どうぞ。ドイツって、あれ、何歳から3号機使えますか？僕らは今16、アンダー16までは2号球で試合するんですよ。なので、17歳から3号球を使うのかな？17歳から3号球ですよね。だから16歳になったら、なんか練習でちょっとずつ3号球を使ったりはしてます。僕今教えてるチームで、来年10、まあ今年か。
17歳になる子たちは練習では3号機を使って練習したりしていますね。だから16歳って高校1年生の年代じゃないですか。そうですね。16って高校1年生ぐらいまでは結構この発育発達の個人差が大きいので、だからまあ発育発達が早い子にとってみれば2号球はちょっとちっちゃいのかもしれないけど、まだ全然体ができてない子に関してはもう同じボールを使えっていうのはちょっとしんどいなっていう気もするんですよね。まあそれを言い出したらあれだけど、まあ僕も17歳ぐらいからでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、個人的にボール使うのは。そうですね、それでも僕いいと思います。だって現にね、メカさんこの間僕の教え子に会いましたけど、15歳なんですよ、会った子たちは。だけど僕よりみんなでかいじゃないですか、だからそういう今言ってる体の発育って言ったらね、当然ドイツと日本で違うし、こっちの子の方が早く大きくなるから、そういう子たちがまだ2号機を使ってる段階なので、うん、日本でももうちょっと遅くてもいいかなとは確かに思いますね。でもこっちの子たちってメディシンボール使いませんか？使います。その15歳とか16歳の年代でも2号機のメディシンボールみたいに使いますよね。ああ、そういうことがありますよ。あります、あります。で、そういうもので、ちょっとずつトレーニングしていけたらいいなと思うんですけど、このいきなり3号球ドーンってやるんじゃなくて。だから、小学生でも結構メディシンボール使って、ちゃんと掴んで投げるんですよ。でもこの掴むと、ボールを掴んで投げるっていう感覚をちゃんと持ってもらえれば、もう投げるに関してはいいなと思うんですけどね。うん。ですね。だから、2号球、1号球、1号球はいいか、2号球ぐらいのメディシンボールがあればもっと活用の幅が広がるなって僕は思ってるんで、なんか極論なんですけど、ちょっともしかしたら違うスポーツになってしまうかもしれないんですけど、大人のね、その真剣になどじゃなくて、趣味でこう遊びでやる範囲で大人の人たちが2号球でハンドボールやってでも、もっと面白いと思うんですよね。我々がってことですか？そうです。ああ、面白い。クラブチームで、例えば、ね、大会やったりするときに、例えば、あれが2号球でやってたら、絶対もっと腕の、ね、今言ってる腕のスピードとか、ボールの扱いとか全然違うし、いわゆる、ちょっとこう、テレビとか、ネットで見てるような、選手の真似がしやすいじゃないですか。まあ、なんかそれもちょっと一回やってみても面白いかなと思うんですけどね。ちょっとまた別の話で。でも僕より大きい選手ザラにいて、女子の世界で。女子でも180あんまり190のある選手もいるし、でもその選手たちが2号球使ってますからね。そうなんですよね。そう考えるとやっぱりアンダーハンドシュートとか腕のしなりっていうのはやっぱり女子選手でも出てきますよね、テクニカルな部分で。そう。技術の発達というか、そういう部分、ランニングシュートにしても、何にしてもそうですけど、そういう部分でも、この、なんていうか、可能性があるというか、で、やることに関してのメリットはあるなって思いますね。ボールが変わるだけで、もうハンドボール自体がすごいガラッと変わる気がするんで、ちょっと試してみたら面白いかな。それ面白いと思います、ボールに関してとか。うん、あとさっきちょっと出ましたけど、スポンサーについてなんですけど、梶原さん今フロントにいるじゃないですか、そのフロントでここで出せる範囲でいいので、どれぐらいスポンサーってチームに協力してますか、金銭的な面とか。ね、当然ランクがあるし、一番高いところで言えば、もちろんユニフォームの一番ここの胸の部分。ここが一番メインで、当然金額も張るし。まあ、下で言えば、そうですね。まあ、どの辺まで下で行くかにもよるんですけど。まあ、その ボールじゃねえや。用具の提供だけのところもきっとあるし。そうだな。どの辺を行ったらいいのかな。例えばですけど、会場の壁にありますよね。パネルみたいなのが企業の名前。あれを
つけるのに、まあお金が、そうですね。どの辺まで行っていいんだろう。まあまあ、そんなに、誰も聞いてない。額が飛び抜けてるわけじゃないですけど、そのパネル1枚と、それにセットで、例えば、試合のシーズンチケット2枚で VIP ルームに入れる。この間の食事とかに入れるチケットが例えば2枚プラス、これですね、シーズンに1回出てるこういうチームの情報が載ってる雑誌が出るんですけど、ここに例えばこういうふうに広告を載せたりとか、あとは、クリスマスの時期に、あ、クリスマスの時期じゃなくてもいいのかな、その会社が例えば会社内でパーティーをするとか、そういう時に好きな選手を1人呼ん、そのパーティーに呼んでサインしてもらえるとか、そういう、なんでしょう、パッケージになってでお願いしてるところが結構あるので、それ具体的な金額言えますか？はい。具体的な金額っていくらぐらいか言えますか？金額ね、一番下でそのパネルを出すとか、そうだな、年間ですけど、5000から7000かな、ユーロ。5000から7000ユーロ。そんな高くないっすね。高くないっす。ざっくり。で、まあ、当然ね、ランクがいろいろあるので、そうですね、1万ユーロだったり、2万ユーロだったり、で、その上に行けばね、もちろんこういうところもちょっと多少別にはなってくるのであれですけど、なんでしょう、今言ってるのはあくまでパッケージの話であって、こちらが、じゃあ、いくらでこれが提供できますよっていう話なので、僕が今こう考えたり動いたりしてるのは、その、興味を持ってくれている、まあ、スポンサー企業の方々が何を望んでるかっていうのがやっぱり一番大事だと思うので、その企業さん、スポンサーさんが、例えばじゃあこれやりたい。これもやりたい、あれもやりたい。あ、じゃあ一緒にこれやりましょう、あれやりましょうで、金額を決めていくっていうのも一つのやり方だとは思うので。決まった形が 100% こうじゃなきゃっていうのがあるわけではないから、まあ、ちょっと難しいですけど、一概にこうだっていうのは。もうじゃあ、そのフレキシブルな対応をするってことですよね。例えば、車会社がスポンサーについているんだったら、商品提供、リースで車を貸してあげたりとか。はいはいはい、そうですね、例えば。スポンサーがお金だけじゃなくて、商品サプライとして提供するとか。例えばレストランがついてるんだったら、じゃあランチはうちで見ましょうとか。そうですね、そういうことももちろんあります。ハンガリーの場合っていうか、僕が去年昨シーズンまで所属していったチームはあれなんですよ、ランチはチームでも契約の中に入ってて、午前の練習終わったらみんなでランチ行ってそのレストランで食べるっていう感じでしたね。ああ、なるほど。そういう飲食 の、 そのレストランとしてのこうサプライ、まあ、多少なりともクラブからお金を払ってるんでしょうけど、まあまあ、格安で、それで、まあ、時間も合わせて提供しますよっていう、いろんな方法が出てくるんだな、出てくるのかなっていう気はします、ね。うん、だから、スポンサーって言っても、まあ、一概にこれはこうで、この金額じゃないとダメっていうこともなく、うん、そうです。だから、まあ、お互いがこうメリットがあれば、それは話が成立しますからね。そうなんですよね。やっぱりそのメリットがないとやる、ね、意味がないので。だから、直接的に会社の利益になったりだとか、まあ、オーナーとして、いや、自分が楽しむからお金出すんだという人もいるだろうし、まあ、いろんなことがありますよね。社会貢献のためにやりたいとか、いや、子供たちに私は夢を見せたいから君たちにかけてるんだとか、うん、まあ、そういう、なんていうんだろう、思いというか、メリットというか、ギブアンドテイクじゃないけど、そういうものがこう成立したときにスポンサーメリットになるので、やっぱりチームはその、スポンサーメリットになる、その、付加価値というか、価値をやっぱり膨らませるというか、見出していくというか、そういうものを、まあ、提供できる。なんていう気はしますね。うん、そうですね。という感じで、
質問に対してはお答えしたんですけど、梶原さん、何か言いたいことあります？ 何その終わり間際のお決まりのフレーズみたいな。まあ、なんか言いたいことがあるんだったら、もうとりあえず言っといてください、今ここで。今のテーマからいくと何があるんだろうな。まあそうですよね、今言っていくテーマの中で、まあ、スポンサーに関して言えば、まあ、今メカルさんがおっしゃったように、こう何をしたいから提供する、まあ、スポンサーになるっていうのは本当に人それぞれというか会社それぞれによって違うと思うので、まあそういった価値、まあ付加価値をどんどんつけていくことがチームとしては大事だと思いますし、まあ僕が今こうやって日本人でここにいるっていうことを考えると、まあこの間も少し話が出ましたけど、例えばですけど日本人選手がまあチームにいるよと、だから少しでも多く日本人の選手、日本人の人に見てもらいたい、見てもらえるようになる。だから日本向けの、なんでしょうね、例えば、企業さんだったりとかっていうのが、チームについてくれるみたいな形も一つの方法というか、まあ価値の一つにはなると思うので、まあ、そういうところも今後考えて動いていければなっていうのが、まあ個人的に思ってるところですね。うん、そうですね。だから、ハンドボールの中で、いろんなことがあって、まあ、100円の出資をしたら120円で返すぜって、じゃあ20円の利益が出るねぐらいの、それの積み重ねだと僕は思うので、そのスポンサーというか、まあ、クラブの運営というのは、お金を出す人っていうのは、でもお金持ってる人たくさんいますからね、世の中。そうなんですね。世の中たくさんいますから、お金持ってる人。だって、タンス預金で何？一人で1億何千万、なんとか振り込め詐欺とか、母さん助けて詐欺でなんとかあって、もなんか過去最高額じゃないですか、日本でも。だからああいうの考えると絶対にお金を持ってる人はいるんだけど、その、うん、なんて言うんだろう、じゃあハンドボールというものを知らないとか、そこになんて言うんだろう、自分なりの価値が見出せないとかいう人はたくさんいると思って、だけどこちら側からのアピールとして、もっと、いや我々こんなことできますと、我々エムズデッテンだったら満員で2500人入ります、あの体育館に。2500人でパンフレット配ったら、あなたの広告がこんだけ目につきます。で、それを見てくれるのは子供から大人までいます。幅広い年齢がいます。で、ターゲットはハンドボール大好きですってなると、やっぱりこう、なんていうんですか、広告の価値というか、そのターゲットがはっきりしてくるんで。そうですね。広告出す側としてはやっぱり計算しやすいですよね。うん、まあ目に見えるやっぱり数字っていうのは一つ大きなあれとは思いますね。大事な要素とは思います。だから選手側ももうちょっとこう頑張って、いやいや、僕のブログ毎日どれぐらいアクセスがあります。僕の Facebook 友達何人です。みたいなアピールがもうちょっとできればいいなと思うんですけど、まあいかんせん僕もまだまだなんで、ちょっと。なかなか難しいですよね、多くの人に知ってもらう。難しい。今日も、チャンネル、閲覧者数が今21人で出てる、21人。21人見てくれてるんですね。21人見てくれて、ありがとう、みんな。今日はちょっと、中高生にとっては難しい話だったかもしれないけど。うん、まあでも、やってみてください。例えば、2号球でボール扱ってみるとか、1号球に落としてみるとか、そういうふうにちょっとトレーニングしていけたらいいなって僕は思ってます。あとは、クラブチームにしても、スポンサー企業にしても、うん、そういうふうに、お互いがいい関係を、築けていけたらなと思うので。そうですね。日本だとまだ、まあ男子で言えば、コラソンだけですよね。日本リーグ男子のクラブチームはそうですね、コラソンだけで、コラソン もだいぶ経営が安定してきてるんじゃないかなって思いますけどね、僕は知らないけど、詳しいところまでは。でも、スポンサーもすごいたくさんついてるし、うん、だから、もうやっぱり頑張ってるなという気はします。頑張ってほしいですよね、こう新しいモデルの一つとして。うん、別にクラブチームじゃなきゃダメとか企業チームじゃなきゃダメとか僕はそういうこと全く思わないので、いろんなやり方でいろんな形があっていいと思うし、まあ、日本は日本にあったやり方 を探すのが一番のこ うまくいく方法だと思いますし、
ね、なんかちょっとそういう意味では、まあ今僕クラブチームにいるっていうのもありますけど、ちょっとコラさん頑張ってほしいですね、それ意味で。そうですね。もうそろそろ終わろうかなと思うんですけど、ツイッターで来たちょっと意見を、中高生じゃないけど見てますよって、3号球握りながら見てる人いますか？3号球握りながら見てる人がいるらしいよ。どうしよう、どうしよう。あとは、ボールをなんであんなパンパンにするんだっていう意見に対して、子供たちにとって弾むボールが楽しいからじゃないかって。弾むボールが楽しい。ほぼ弾むというその行為が、その現象が楽しいんじゃないか。そう、そう思いますね。これ一回なんか僕、小学生教えてる時かな、なんかラグビーボールとかで遊んだことがあって、めっちゃテンション上がってました、子供たち。ありますよね。ラグビーボールもどこに跳ねるかもわかんないし、もうキャキャキャーっつって、本当に。あんな感じで、やっぱそれ自体が楽しいっていうこともあるのかなっていう気がして。確かに、そうかもしれないですね。そうなんですよ。まあ、今日の告知でいきなりだったんですけど、まあ、なんとなく始まって、なんとなくもうそろそろ終わろうかなと思って。なんかあれだからさ、本当は見えるラジオ的な感じでこう、何かしながら通勤時間とかに聞いてほしいんだけど。あれですね、今後こう、まあ、広めていくためにいろいろ僕らも考えてやっていかなきゃいけないと思うんですけど、なんかそういう質問もしたいですね、皆さんに、見てくれてる人に、こう、みんなが広めるのに必要なこと。だってね、これも僕らが今好きで発信してることですけど、そのね、当然、ハンドボールとか海外に興味のある人はきっと面白いと思うだろうし、面白いと思ってくれる人もいると思うし、でもね、その辺に全く興味ない人は、うん、1ミリも心動かないと思うし。そうなんですよ。このチャンネルなんてもうどうでもいいからさ、あんた誰って話になっちゃうからさ。まあ、広めるあれを作りたいですね、今後は。もうちょっと価値ある話をしていけたらいいなと思うんですけど。あと、このチャンネル、あれ、一回この前年末にドイツで取りだめしてたのがあるから録画してたのよ。それをまた流してテーマ質問というかテーマごとに切って流していきたいと思いますし、まあ、できれば日曜日のこのあたりの時間ちょっと早いとかちょっと遅いとかまたなんか連絡ください。できれば日曜日、日本時間の日曜日この時間、こちらが何もなければこの時間に生配信して、まあ、ツイッターとか連動させながら、まあ、お話できたらなって思うんですけど、まあ、そんな感じで続けていけたらなと思います。そうですね。続けましょう。まあ、そう、できるように僕も頑張って、頑張ることもないけど、まあ、続けていけたらいいなと思って楽しみながら。梶原さん、もう、最後なんですけど、なんか言いたいことあります？ちょっと考えておきます。いろいろちょっとね。言いたいことじゃあ考えておいてください。何喋ったかなとか覚えてないから、この間の時に。そうなんです。なんか一回まとめてね。あ、でも、この間録画したやつ見たら結構面白かったです。あ、本当ですか。録画したやつ、ちょっとじゃあ小出しにしていきましょう。もったいぶって。また、扱いか。じゃあ、そうですね。僕、レギュラーかちょっとわかんないですけど、いや、僕、でもこの時間に、なんていうの、日曜日のこの時間に、こっちはまだ2時半なんだけど、2時34分なんだけど、なんかお休みのところなんか、あれだなと思って。まあ、これね、これ画期的でさ、10人ぐらいと一緒になんかこのビデオチャットができるらしいのね。おー。だから、どんどん、興味がある人、ぜひ参加してください。参加、僕からなんか招待をしたら、なんかすぐここの、右下に出るらしいよ。顔が。ちょっと面白いね、それ。うん。だから、日本人の選手とか、興味がある人は、ぜひ参加してもらいたいなと思うし、なんか、意見交換ができたらいいなっていうことを考えております。そうですね。また今後テーマ決めて、ちょっとやりましょう。そうですね。まあテーマ、まあ質問は来てるんだけど、だいたい収録しちゃったから、次はどういう話になるかわかりません。わかんないけど、まあとりあえずやっていこうかなって思ってて。
だから皆さんの、お力をお貸しください。21人、今見てるからさ。21人。ありがとう、21人の皆さん。ありがとうございます、本当に。テンション上がるわ、それだけで。ですよ。はい。だから、まあそういう感じでやっていけたらいいなと思うので、皆さん、よかったら、リツイートとか、シェアとか、よろしくお願いします。はい。ということで、今日は終わろうかなと思うんですけど、梶原さんいいですか？締めとか。また今度。あ、いいですか？最後動画締めなくていいですか、梶原さんが。なんでアガリエがいないんですか？アガリエがいないんでね、ちょっとあれなんですけど。アガリエ君の仕事なんで、そこは。アガリエ君の仕事があるんで、じゃあ今度撮っときますか。どうしましょう。はい、わかりました。ということで、第5回目かな、生放送は。お届けしました。皆さん、良い日曜日の夜を、明日月曜日から、もう新学期？新学期ちゃうわ。うん。もう仕事が始まる人もいるし、そうですね、学校始まる人もいるし、まあ、元気にハンドボールしてください。以上です。本年もよろしくお願いします、皆さん。よろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバーイ。